皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、9月の24日13時、佳子さまへのメッセージなんですけども、多分普通に、今まで関わってきたスポーツ選手とかがこう、僕は買い物行ったりした時に横を通り過ぎたりだとか、そういうふうな時って前日前もって何時だとかそういうふうな内容のものが聞こえてきてないので、その多分昨日来たのは佳子さまではないかなと思っています。意図的に佳子ちゃんとも言いますけども、そのあんまりこれ間隔空けないようにして、次もし来るんだとしたら、来てもらわなかったら、僕もその時間を唐突にこう電波で何時って、言ってくる件に関して電波で他にもいろんなこといっぱい言われてますから、例えばかこちゃんの声でその9月20日20日ぐらい、22日ぐらい、21日かな、まだ神戸とか、いろんな声とかも聞こえてきてるんですよ。で、その声は、かなり若い頃の声だったりするから、昔の言葉なのか何なのか、あとコンピューターも自分から自白するような形で、佳子ちゃんの声を使っていて、本当はコンピューターとか、そういう風な内容とか、言ってきている状態で、対応がなかなか難しい部分があるので、あんまりその間隔を空けないうちにもし次来ていただけるのならというような形ではお伝えしておきます。で、そのなぜこういうような仕組みを行っているのかのところの少し、理解ですけども、もし読んだ場合は僕は読んだりすると睡眠不足になる、だからコンピューターが伝えるっていうことなのかもしれないっていう、理解と、あと一つ数週間前、1週間ほど前にですね、廊下で、男性が本当はゆっくりだからとかこう笑いながら言うような言い方で言ってたんですけども、その前のベージュの服を着た佳子さまが、手話甲子園で、鳥取県の米子市に行っていた件に関して、その行政の人が合わせてくれるとかこう口をこうしながら笑顔で言ってくれていた内容、もしその本当はゆっくりだからとかこう笑いながら言ってたその男性の声、そこでもし行政の人間と一緒に佳子さまが来てるんだったら、そこで言ってくれ、佳子さまが自分の声を出してくれて僕の名前を呼んでくれたら、秋篠宮佳子さま、佳子ですけども来ましたとか何か言ってくれたら分かりやすいんですが、その人物がその何か、もうとにかくね、悩まされるような内容は多いです、本当に。何か家の前で言われたり、廊下の前とかで言われたりしたときに、その意味は何だろうっていうところで。で、11月頃、長坂御所の件ですけども、金銭的にその行けそうかどうかはまたもう少し、後日経過してから、郵送で、長坂御所の、佳子様宛てで、郵送宛てで、送らせていただこうと思っています。もう本当にもうお金が本当になくて、すごく、厳しい状況にありまして、
まあ、いろんな意味でその結婚問題だけじゃなくて、何から解決したらいいのかというところで、まあ、大変困ってますと、いう部分も、お伝えしておきます。だからもしかしたらその本当はゆっくりだからとかこう笑いながら言ってた人がその行政の人だとして、僕と佳子さまを合わせるその段取りを組んでくれる人だったのか何なのか、これももう全然わからないんですよ。もしかしたら、議員さんかもしれないし、ただまあ聞こえたのは男性の声で、もうその時僕はもう家の中でも力尽きで、倒れ込んでいて睡眠不足で、で、急に家の外も出られない格好でしたし、だからまあまあだいぶまあ参っているのは参ってます。以上です。まあその佳子ちゃんの方も大丈夫かなと思って、心配しています。以上です。